福山。カメラマンのふーちゃんがね、またまた体調が悪い、こういう風にジーパンを加工してもらってるんですけど、そこで色を落としてる。車ではね、来たことあるんですけど、新幹線に来たの初めてですね。ここ出たらね、ふーちゃんにカメラマンのふーちゃんが待ってくれてる、車で待ってくれてるっていうところですし、あと取引先のね、大野さんも迎えに来てくれてるみたいに、合流したいなと思います。で、結構ね、適当なんで、いつも適当なんですけど、米蔵から学んだことがあって、何かっていうと、必ずね、手土産は買っていけっていうのを学んだんですよ、この3年ぐらいで。手土産を持っていくと決めてて、まあ言っても新大阪で買ったりするんですけどね。さあ今日はふーちゃんお腹痛いとか言わへんかな、体調悪いとか言わんかな。なんやお城ある、お城、これなんや、福山城やって。ここ福山はね、ビンゴって言ってデニムとか、まあ結構そういう有名なんですよね。なのであんまり多分馴染みない方多いと思うんですけど、大体デニムって言ったら岡山ってみんな言うんやけど、実は岡山以外も福島も同じぐらい盛んなところになってて、でまさに今履いてるパンツとかはアウトラストなんですけど、この縫製をね今から見に行くんですよ。見てみようかな。見渡しました。いてません。間に合うのかな。さあ待ちましょう。おはようございます。ありがとうございます。あ、今日のカメラマンふーちゃんですね。よろしくお願いします。データでっていうわけにいかんかったりしますね。そうですね。はい、それではまずは縫製会社さん来ました。どんな感じか見に行きましょう。これですね、このパンツですね。縫製会社さんって女性の方は、はい、甘いです。はい、ありがとうございます。まずこのパンツが作られていく流れをね、見ていただきたいなと思います。まずパターンを、パソコンのとこから出してもらって、でこんな感じでプレス入ってますよとか、それではただいま3時5分、本日の工場見学終了です。あとは今からホテルへ向かいます。ふーちゃんの運転でセカンド、セカストで6000。いいはい、それでは、倉敷に到着しました。ホテルもチェックインしたんですけど、なんか忘れ物してるなと思ったら、このカメラをね、車の中にずっと忘れっぱなしにしとって、データとかも何も取れなかったんで、ふーちゃんに車の鍵貸して、一眼忘れちゃったって言って、ほんな鼻で笑われましたって鼻で笑われたんですけど、無事カメラも撮れたんで、今からちょっと軽くコンビニ行って、なんか最近ね、嫁蔵に言われるのが、もうダイエット絞りすぎて頬をこけてるから、もうちょっと食べてって言われてるんですよ。だから、まあ、確かにカロリー制限しすぎたなと思って、まあ夜ご飯は何でも食べるの、全然何でも食べようと思うんですけど、まあ、昼ラーメン食ってるし、だけどその前にちょっとプロテインも入れたいなと思うので、コンビニを今探しておりますが、倉敷のこの辺全然コンビニないんですよね。なので少しちょっと 歩いてコンビニ行って、夕方夜かふーちゃんとまた合流してご飯だけ行ってっていう流れになるかなと思いますので、ちょっとそんな感じでブラブラしておきます。入れるかちょっと分からんすけど、予約してない。でもどこも空いてそうですけどね。確かに。これ見たことないノンアルコールビール、グリーンフリー。はい、あん肝って僕スシローで働いてる時にありました。あん肝寿司、どんだけ腹減ってるのそれだけは食べにかったっすうまいっすね。あ、うまいっすか。はい、残念ながらふーちゃん体調不良でホテルに戻りました。よって一人で茶そばを食べる35歳。
ございます、2日目でございます。ただ実はね、昨日ちょっと動画でも言ったんですけど、事件が起きたんですよ。カメラマンのふーちゃんがね、またまた体調が悪いっていうことになって、急遽ねホテル帰って、今日もしかしたら来れないかもしれないっていうことになってるんですね。でもし来れなかった場合は、僕まあ電車で取引先さんに向かおうと思ってるんですけど、そうなったらちょっと早めにこっち出なきゃいけないんですが、まだ彼から連絡来てないんですよ。で一応集合時間は10時にしてるんですけど、今が8時半なんで、少しカフェ行って朝ごはんとか食べて、でもし彼が来れなさそうやったらもう電車で迎えたいなと思います。毎回ね彼はねヒヤヒヤさせてくれるから、楽しみなんですけど、まあ元気になってればいいですけどね、どうなるんでしょうか。ちょっとまずはモーニング行きます。はい、それではね、9時58分でそろそろもうふーちゃん出てくると思うので、向こうからどんな顔してくるかちょっと皆さんに一緒に待ちましょう。大丈夫ですか？すいません、大丈夫です。よかったけど。すいませんでした。いやいや、全然、もう最悪一人で行くことは全然考えてたんで。ポカリみたいなやつあるじゃないですか。うん、2リットルのポカリを2本買ってたんですけど、はい、全部なくなりました。え、汗かきすぎて。じゃあ、元気になったということで、いいでよかったです。いい、行きましょう。あ、すみません。はい、それでは、本日1軒目行かせていただくのはですね、僕一応デニムソムリエ持ってるんですけど、この方ね、ヴィンテージのジーパンとかを解体しているパターナーさんなんですよ。でその人と一緒に、まあ、ここにあるように50年後にデニムセットアップっていうのを作ってるんですね。で、まあ、そこのパターナーさんの展示会というか、そういうのを見させてもらいたいなと思って、岡山県小島に来ましたので行きたいなと思います。残念ながらふーちゃん体調悪めです。これメインチャンネル用の Vlog にしてますよ、ここ。あ、なるほど。あ、おはようございます。すみません、タブトです。よろしくお願いします。解体した糸ですよね。あ、ですです。はい、これについてるんです。こんなん多分見ること全くないんで。縫い方も見てるし、番手も見てるし。まあはい、番手は、まあ、確信は持てないですけど、太いか細いかぐらいは分かるんで。これが、マンゴロさんのセットアップですね。これがファーストのサンプルで、でセカンドが今こっちにしちゃう。え、ちゃんとタブがついてる。でスカンドに関しては実はちょっと生地変えたりとかしてやってるので、まあどういう感じで仕上がってるかまだ分からないんですけど、ここから洗いかけるの、これ今ノリやってちょっと硬い状態なんですけど、洗うとこういう感じでちょっと風合い際立ってくるんですよ、ヴィンテージの要素で。こうなんですけど、ここは一緒なんやけども、ひっくり返すと実はこの上から叩いてるんじゃなくてこっちになってて、これ普通で言うとこっち側で、こっちとこっちを一気にこう折るんじゃなくて、うん、はい、ここ段差がついてるついてますね。こっちとこっち別々で折ってる、はい、でここの押さえる位置が今普通に作ったら、うん、ここ一気にこう、これ下まで走る。あ、そうですよね。上と下分けて走ってる。はい、それでは行って1軒目が終わってね、次2軒目はですね、デニムの洗い加工の工場さん、これも小島にあるんですけど、そこに初めて会うので、まあ、午前の川原さんは会ったこと2回ぐらいあるんかな、1回かなあるんですけど、今回今から行くとこ初めてご挨拶するって感じなんで、工場1周目はジャパンメディア用の動画撮って、2周目はもうちょっとこうなんてドキュメンタリー系の動画撮ったりするんで、まあラストなんですけどもね、時間取っていただいてますので、楽しんで回っていきたいなと思います。行ってきます。はい、はい、はい、では到着しました。今から洗い工場さん行きたいなと思います。そもそもジーンズを洗う工場があって、まあ、こんな風、これがまあ見本で、こんな感じをイメージしてやってくださいっていうところで、こんな感じですかね。めちゃくちゃかっこいいですね。これユーズド加工、まあ、いわゆるユーズド加工を施したっていう、一回も入ってないですよ。だからまだこれはここにこう折り目ついてるんですけど、これも加工ってことですか。加工で、あ、そうそう、色落ちにもちょっと上品な色落ち感が出てくるっていうイメージ。あ、そうですね、それはあります。デニムシャツにしてはちょっとこれ分厚めな感じなんです、生地感。ちょっとね、厚いですね。あ、そうですね、はい、黒木さんで買わせていただいたんですけど、はい、厚み的にどうかなと思って7オンスぐらいあったんで、まあでもないこともないです、うん、ですよね、はい、はい、それではね、こういうふうにジーパンを加工してもらってるんですけど、その現場をね今から見ていきたいなと思います。では行きます。こう
塗っていくんですよ。そうするとこう擦れたとこだけ漂白されてって向こうで色を落としていく。はい、それでは無事終わりました。今からはもう大阪に帰りたいなと思いますので、ふーちゃんにちょっとあの小島駅まで送ってもらって、あとは新幹線とか で帰りたいなと思います。どうでしたか？ちょっと深い底なし沼を感じました。デニムの底なし沼を感じました。まあ、結構いろんな工場行ってるから知ってるはずやけど、やっぱ知らんことが多かった。そうですね、うん、いい経験やったね。それでも、まあ、僕レベルでそんなね知ってるあれはないんですけど、いい経験。このデニムもだいぶ色変わってましたね。そうですね、ちょっと衝撃でしたね。今入れます？パッと入れましょうか。入れた方がいいですよね。そっちの方が多分早いですよね。同僚的だったら多分めっちゃ時間があるから、ふーちゃんと別れする前にデータをまず出します。はい、それではね、今後ろにふーちゃん映ってると思いますけども、ふーちゃんに、小島駅まで送ってもらいました。でここからもあと帰るだけなんで、電車乗って帰りたいなと思います。さすがに今日はもうジムちょっと行かれへんから、ジムは行かへんけども、まあ無事に帰りたいなと思います。